今日も、朝プリは RAB ラジオで2006年10月2日より放送されている情報番組である。長寿番組だったおはようワイド青森の後番組である。タイトルの朝プリとは朝とサプリメントを掛け合わせたものである。2011年7月4日から2014年9月30日はユーストリームで配信されていた。 2016年4月4日より、朝ワイ、ダッシュの放送開始に伴い、番組放送時間が9時11時になり30分、短縮された。休暇や取材等で、曜日パーソナリティ不在時は、他曜日のパーソナリティが代行する。5名とも、同曜日の朝ワイ、ダッシュを兼務。番組のテーマ曲は、その当時の、両アナウンサーが歌っている。 オープニング10時50分のラストレポート前で聞くことができる。かつては、リポーター成田博明が歌うバージョンも、リポーター交番まで番宣スポットとして流れていた。8時33分の天気予報の BGM は、2010年3月26日まで、映画、方々結局隣の山田くんの主題歌、矢野明子、一人ぼっちはやめたのインストが使われていた。なお、 2008年6月16日放送で8時33分頃の天気予報内で流れる BGM は交通情報で流れる BGM が流れた。交通情報で流れる BGM は2009年3月27日まで青森トゥデイの交通情報で流れるものと共通化されていた。テーマ曲を除き2010年4月1日の放送から各コーナーの BGM が一新された。 同年10月1日からラジコでの配信に移行するために終了。2006年10月2日から2012年3月は金曜に出演。おはようワイド青森時代もアップルエクスプローラー、リンゴ探検隊のコーナーに電話出演していた。2012年3月までは火曜に出演。RAB テレビの ZIP フライデーにもコメンテーターとして不定期出演。 2012年3月までは水曜に出演。前身のオハイオワイド青森より続投。最終日の2014年9月26日は出張のため、前日の25日で降板。26日は後が担当し、ED 前は次週の予告お金、長沢も出演。当番組降板後より、青森テレビおしゃべりハウスの火曜日、お出かけ天国にしばらく出演。 青森トゥデイ金曜、サタデイ夢ラジオ、青森地区を兼務。なお、2009年6月27日の夢ラジオで9時20分頃のテーマ紹介時には流れた。RAB ではないが、フジテレビ系列で放送されたザノンフィクションの女落語会の道でも使用されていた。ありがとうございます。